山本孝一は、日本の政治家、実業家。衆議院議員、環境大臣、内閣府特命担当大臣、総務副大臣、衆議院内閣委員長、沖縄及び北方問題に関する特別委員長、国家基本政策委員長、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に、関する特別委員長、政雲基選代表取締役社長等を歴任した。 父は、宇和島市長、衆議院議員、西運期船社長を務めた山本智和。愛媛県宇和島市生まれ。愛媛県立宇和島南高等学校、慶応義塾大学経済学部卒業。大学卒業後、1970年に関西汽船株式会社に入社。1973年、父、山本智和が経営する。 西運汽船株式会社に入社し、1981年から1992年まで、同社代表取締役社長。また、宇和島ケーブルテレビ株式会社取締役や、愛媛経済同友会幹事を歴任した。1991年、愛媛県議会議員選挙に出馬し、初当選。1993年、1期目の任期途中で、県議を辞職し、 引退する今井サムの後継で第40回衆議院議員総選挙に旧愛媛3区から出馬。同区トップで初当選。小選挙区比例代表並立制導入により、第41回衆議院議員総選挙以降は愛媛4区から出馬し、通算6期連続当選。1996年第2次橋本改造内閣で環境政務次官に任命された。 2000年、第二次、森内閣不信任決議案をめぐる、加藤光一による、当格運動では、加藤派の所属議員が、野中博武幹事長らに切り崩される中、不信任案に賛成票を投じるため本会議場へ、向かう加藤を最後まで移留し、最終的に断念させる。この時、共に、加藤を移留したのが、谷垣定一だった。2004年9月、第二次、 小泉改造内閣で総務副大臣に任命され、第三次小泉内閣まで務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、全国的に与党への猛烈な逆風が吹き荒れる中、愛媛4区で民主党の高橋秀幸、無所属の桜内文情らを破り、六選。同年、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長に就任。 2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では自民党公認で愛媛4区から出馬し7期目の当選を果たしたが日本維新の会から出馬した桜内文城に比例復活を許した選挙後衆議院国家基本政策委員長に就任二千十四年十二月の第十七回衆議院議員総選挙では次世代の党から出馬した桜内を 比例復活すら許さない大差で破り、八戦。2016年8月3日、第三次安倍第二次改造内閣で、環境大臣並びに内閣府特命担当大臣に任命され、初入閣した。2017年8月3日の第三次内閣改造で大臣を退任。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で、希望の党から出馬した。 桜内らを破り急戦。2019年9月、病気療養などに伴い時期衆議院議員総選挙に出馬しない意向を示した。体調不良のため入院しており、2020年に続いて2021年の自由民主党、総裁選挙の投票を棄権した。2012年、山本の妻や長男ら、親族が所有、経営する雲線株式会社に対して、 宇和島市が支払った離島航路補助金について2005年10月から2010年9月に宇和島市から支払われた約3億円弱の補助金を西雲基線から市に返還させるよう石橋博久市長に求める住民訴訟が松山地方裁判所に起こされたが松山地裁は原告住民側の訴えをすべて退けた山本の資金管理団体地域整形研究会が 真珠を購入するために2012年から2013年にかけて2度計31万5千円を政治資金から支出していた。山本は真珠の購入について愛媛4区の有権者以外に真珠産業振興の目的で贈答するためであり、全くもって適法と8月5日の閣議後の記者会見で説明した。ありがとうございます。